12月12日月曜日、時刻は午後6時を過ぎました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。シピーレンの時間です。この番組はギノワン市 PTA 連合会がお送りしている番組で、ギノワン市内の小中学校 PTA の活動の様子、小中学生の活躍の紹介、そしてギノワン市 PTA 連合会の情報などをお届けします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com。 また、ユーストリームやツイキャスで、映像も配信しております。FM ギノワンのホームページからアクセスしてご覧、になってください。さらに、ラジオで、聞くこともできます。リスンラジオというソフトをですね、アプリで聞くことができます。パソコンでお聞きのことは方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからアクセスしてみてください。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリックして FM ギノワンを選曲してください。はい、今週担当しますのは、ギノワン市 PTA 連合会副会長の藤波と、はい、皆さんこんばんは、同じくギノワン市 PTA 連合会副会長の荒垣です。はい、この二人でお送りします。はい、12月12日ですよ。そうですね、あと3週間ないですよ。あ、1日そっちか、あと3週間もないねって話ですよ。何もしてないんですけど、ね、しますか。早いことを準備しないといけないですね、いろいろね。まあそういう慌ただしい中ではありますが、はい、1時間ゆっくりと お送りしたいと思います。それでは CM をお聞きください。改めましてこんばんは、シピーレンの時間です。さて、はい、12月も10日を過ぎてですね、はい、もう10日もすれば学校は冬休みですね。そうですね、もう冬休みにということで、もう中学校はもうすっかり期末試験も終わってですかね。はい、終わりました。そうですよね、はい、まあ、あとは成績を待つばかりと。もう出てますね。あ、出てますか、はい、どうでしたお子さん。それなりに。あ、それなりに、はい、まあ小学校でもですね、うん、そろそろまあ2学期のまとめなんかはやってる時期なのかなと思いますが、そうですね、はい、シピーレンやケンピーの方でもですね、はい、1年間のまとめのいろんな行事が次々と開催されてますですね、はい、そうですね、はい、ちょっとまあ時間を遡って考えますと、11月の終わりですね、27、8でしたっけ、8区でしたっけね、26日、全然当たってませんでした、はい、ごめんなさい。例年あの1月にやってるケンピの研究大会が、今年はあの宮古大会ということで、はい、宮古に飛んできました。ねえ、はい、いいですね、はい、私はちょっと学校行事と重なっていけなかったんですが、はい、シピーレンもかなり大人数で参加し30何名かですよね。そうですよね、すごい人数ですよね、うん、すごい団体で、ね、あの、はい、今年は、まあ、たまたまに全日本の研究大会と九州の研究大会が参加者が少なかったんですが、うんはい、みんな宮古狙ったんですかね。そうだと思いますみんなで宮古行こうぜみたいな。やっぱり宮古楽しいのかな楽しかったですね。あ、楽しかったです、うん、でもちゃんと勉強はしてきました、研究大会で。分科会はどちらの方へ。はい、ですね、特別分科会1の方で、人権シンポジウムということで。あ、なるほど、うん、ね、あの、今回は全部で7会場でしたかね。そうですね、7会場ですね。で、で2日目が全体会、はいはい、で、お医者さんでしたかね。そうですね、ちょっとお待ちくださいね、もう
どこに書いてるんでしょうか。一番下ですね。いや、この間、報告も聞きましたけど、大変、素晴らしい全体会の講演だったというふうに。本当に、はい、来ていただきたいですね。うん、そしてまた、行けなかった、聞けなかった方にも、ぜひ講演をしてもらいたいっていうのもあって、ちょっと田村会長にお願いしようかな。なるほどなるほど。ぜひ、頑張りましょうね。はい、なかなかね、普段、この他地区の、まあ、同じ県内であっても、他地区の学校がどんな活動をしているかとか、ね、はい、聞けないですからね、こういう時にいろいろ聞いて、ああうちの PTA でもこんなことやりたいなとか ね、間にしていただければいいのかな。私も今回いろいろ聞けてまた勉強になりましたね、はいはい、でそれに合わせてなんですけど、やっぱり一緒に行った参加者との間でね、初めましての人もいれば、まあ、前から知ってる人もいれば、そこで人と人のネットワークがね、構築されると思うんですが、宜野湾メンバーどうでしたか。もうさすが宜野湾メンバーで、もう人会った時から もうすぐ友達みたい。今回はやっぱり保護者が多かったですか。先生方より保護者、先生方半分半分ぐらい半分ぐらいかなと思うんですけど、ね、これもやっぱり先生方も結構参加していただけるので、宜野湾市ピーデンはですね、恒例の情報交換会、報告会、これもしっかりやりました、しっかりやりましたね。もうちゃんと各分科会、あと、特別分科会、もうかちゃんと報告会して、ね、みんなで、やって、その後はもうワイワイガヤガヤと、だからちゃんと、まあ、お勉強って言ったらあれですけどね、学ぶときはしっかり学んで、楽しむときはしっかり楽しんでっていうところで、相当遅くまで楽しんだんじゃないですか。はい、オンとオフのスイッチをちゃんとやって、オフが長かったのかなと思うんですけど、でもちゃんとオンのスイッチも、はい、はい、そうですね、眠らないで目を開けてで、ちゃんと講演は聞かなきゃいけないですね。はい。はい。で、まあ、そういうふうに、県の方もまとめの行事があったんですが、宜野湾市 PTA 連合会も、まあ、研究大会を、毎年恒例の、で、今年が39回ですね。39回、はい。はい。が、先週の土曜日、12月の10日ですね、中央公民館の方で開催されました。はい、で、まあ、例年もそうなんですが、今年はなんか、報告者が多かったせいかもしれないですけど、なんか、盛りだくさんのように感じました。そうですね。はい。盛りだくさんで、ね、先ほどの県 P 大会の報告も、はい、していただきましたし、日本 PT 研究大会で、はい、九州の、はい、で、皆さんに1人5分ですよってお願いしてたら、大体10分以上喋ってましたね。15分じゃなかったですか。15分ぐらい喋ってましたね。最後のね、県 P 報告はみんなで巻いてね、そう、指でね、指で巻いてっつって、もうちょっと申し訳なかったんですけど、かかず町の委員会長には大変申し訳ないことをしたんですが、会長すみません、ごめんなさい、時間の関係で。で、まあ、真海さんもかかず町の PTA 事務されてますけど、はい、運営はかかず小学校の PTA の皆さんがもう全面協力で、はい、素晴らしかったと、素晴らしかったですね。はい、もう私はもうとっても何も言わなかったんですけど、で、会場も大きい会場とかも言わなくて、はい、そしたら司会 された方が、地域連携室ぐらいの大きさだと思って会場に来てびっくりしたと。で、荒垣さんは何も言わないから自分はもう構えないで来たよって、これがいいのかなと思って。まあそうですね、でもその割にはお父さん方は皆さんスーツでバシッと、私これ何も言わなかったです、スーツで着なさいとか、いや、たまたまね、使う会場、午前中別の団体が利用されていて、ね、まあ私、集合時間10分前ぐらいに到着して、ちょうど前の団体が出てこられてたんですよね。はい、で、スーツ姿の男性がいっぱいいるから、あ、この方々は、前の団体の方なんだろうと。はいはい、思ってずっと言ったら、いや、なんかみんなはけても残ってるしなと思ってたら、素晴らしいですよね。カズショーのお父さん方でしたね。素晴らしいですね。会場設営から、駐車場からビシッとやっていただいて、はい、特にトラブルもなくですね。そうですね。で、はい、受付、またお母さんたちで、そうですね、もう頑張っていただいて、はい、本当にスムーズな運営ができたのかな。感謝感謝です。そうですね。予定がちょっと変わったり、ね、市長さんが途中からいらっしゃったりとかね、はい、まあいろいろありましたけども、機敏に対応していただいて、はい、本当にこの場を借りて、かかず町の PTA の皆さん、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。で、特に大事なのはですね、はい、この中身ですよ。
そうですね、研究発表2つありました、はい、で1つが小学校の方から、まあ、私の所属している永田小学校の PTA の報告で、はい、小さな祭りのすすめという、うん、はい、タイトルで、この番組でもご紹介してますし、花城会長ご出演いただいて、うん、はい、お祭りの話しましたが、うん、永田っ子祭りっていうのをね毎年やっていて、はい、まあ、それが一つ起爆剤になって PTA がつながっていってますよっていう話でしたけど、まゆみさん、まあ、運営もあったのであんまりゆっくり聞けなかったかもしれませんけど、はい、うん、どうでした、聞けました、聞きました、はい、どうでした、花城会長の話、やっぱり最初立ち上げ当時っていうのは、うん、やっぱり嘉数師匠もそうなんですけど、大変じゃないですか、そうですね、でやっぱり乗ってくるっていうのがもう5回6回、うん、で嘉数師匠の PTA バザーも13回なんですけ ど、 なるほど、やっぱりもう13回でもうちゃんとできてるって感じなんで、うん、本当に苦労しながらでもちゃんと運営してるな、うん、やってるなということを感じて、いや本当ですね、まあ、私も立ち上げの時関わりましたけど、形ができるまでが ね、 そうですね、大変ですし、それから子どもたちや地域の方々、保護者の方に認知されるまでもやっぱり大変なので、まあ、5回継続したのでもう少し長く、ね、はい、続いてくれればいいなと思ってます、うん、永田賞もそうだと思うんですけど、嘉数賞も終わった、ちゃんとアンケートを取って、はい、はい、でやっぱり今日今回保護者の中でもやっぱり初めて参加しました、はい、楽しかったです、であと保護者同士の知り合いになったとか、はい、そういうのも交流ができたっていうのも感想があって、よかったなと思いまして、そうですね、お祭りだとそんなに気を負わず、まあ、当日だけでも来て、ちょっと店番協力してくださいとかね、はい、そんなこともできるわけですし、はい、まあ、今日じゃない、今回花城会長報告でありましたけど、当日お仕事で行けないんだけど、景品のお菓子ぐらいは提供するよっていう、なんか結構集まったようで、まあ、こういう関わり方、気持ちだけでもいいのでっていうところが、まあ、随分実現できてきたかなと思って、まあ、前会長としては、嬉しかったなと思ったところです。さて、もう一校が今度は中学校の方で、はい、宜野湾中学校 PTA の荻戸会長がですね、一人一役からみんなで一役へという報告で、これ私ちょっとびっくりしたんですけど、ね、普通PTA の場合いろんな専門部というのがあって役割分担して、保護者の方どこに入りますかっていうようなアンケートを取ってね、割り振ったりするんですが、なんとなんと部活動保護者会そうですねを基盤にして、はい、そこで割り振っているっていうのを、まみさん、こういう形の聞いたことあります？ないですね。ね、学年ごとになんか役割を割り振るっていうようなのは、県外のところとか、まあ、県内でもいくつか聞いたことありましたけど、部活動保護者会に役割を振って、はい、まあ、そこに、部活に入っているお子さんたちの保護者の方も少し割り振るっていう、はい、いやー、これ、ずいぶん考えられましたね。すごいですよね。ね、はい、で2年目でした、そうですね、2年目ですね。じゃあまた次の発表の時はその後どうなったかっていうのもちょっと聞きたいなって。そうですね、まあ、確かに部活動の保護者会って普段からね、はい、接してられる方同士でしょうから、連携はバッチリ取れるのかなと、はい、です嘉数中なんですけど、はい、この組織じゃなくて、中に入れるんじゃなくて、地域交流会ということで、はい、ボーリングやったら言ってたんですけど、今回また総務委員長さんの方から提案があって、はい、部活動の保護者会で役員、PTA 役員、そして顧問の先生、で外部コーチということで、懇親会を持って、要するにノミニケーションっていうのをやって、結構もうかなりの人数来て、パイカジの方でやったんですけど、だからこういうのからまた輪を広げて、またPTA 活動にも参加できるように、ということで、そうですね、PTA 活動の、まあ、出発点というのは多分保護者と先生方のネットワークをどう作って協力体制作るかというところにあると思うので、まあ、そういう意味では部活というのは特に中学校の場合は ね、 参加率高いと思いますしね、いいアイデアだなと思って、ただやっぱり質問でも出てましたけど、出てなかったか、この周りで言ってたのかな、部活に入ってないお子さんの保護者が、そこの例えば役員とかに入った時にうまくね、巻き込めるかどうかっていうところとか、まあ、課題はあるのかなと思いましたけど、とても参考になる活動でしたね。いや、こういうふうに、まあ、いろんな話が聞けるのが研究大会の場なので、
まあ、今年はスタート時点はすごい参加者でしたね。すごかったです ね満杯になってましたもん ね、はい、ね椅子を出すぐらい、ね、すごかったです。いやいや私も関わって数年になりますけどあんな人数は見たことなかったです ね、うんうん、ねまあ、残念ながら途中で断念ってきましたけど、まあ、土曜日ということで、まあまあそれぞれそうですね始まるということでやっぱり幸せですし ね、うん、ねまあ、お忙しいので報告でも聞いていただけただけでも ね、うん、ね、はい、ありがたいですね。ありがたいということでね、はい、で、そこでなんですが、はい、まあ2年ぐらい前からですかね、もうちょっと前からですかね、はい、沖縄県の童話お話意見発表大会に中上地区代表で出場してくれた子どもたち、宜野湾の子どもたちに、はい、発表していただくっていうですね。そうですね、はい、すみません、私これ聞きたかったんですけど、はい、ちょっと運営校だって、はい、そうですね、この時ちょっと準備がありまして、聞けなかったんで、はい、なので、今年はなんとなんと4名も沖縄県大会に出場してくれて、ね、うん、まあ、素晴らしいです。幸いにしてみんな時間も合わせていただけたらね、参加者の前で堂々と発表してくれましたので、うん、はい、その時の模様を今日はぜひ、はい、皆さんにも、はい、お聞きいただければなと思います。今日聞きます、はい、ぜひお願いします、はい、まあ、その前に1曲お送りしてから、はい、発表に続きたいと思います、はい、まあ、12月でクリスマスも近いということで、はい、それらしい曲を今日は選曲しました。まず1曲目ですが、はい、ちょっと古くて申し訳ありません、杉山清隆さんで最後のホリーナイトです。はい、あーでしたよ、うん、リノワンショーで、はいはい、あー予選の時ね、そうそう予選の時に行って、はいはい、で一応前もって声かけをしたんですね。なるほど、定期大会でも、うん、もしかしたら依頼が来るかもしれないので、それまでに練習はしといて、ね、なるほど。私はきなり君の、きなり君は覚えてなかったけど、うんうん、保護者の方が多いですから、どうも、うん、どうも、よかった、キララちゃん本当に喜んでたね、うん、皆さんにとってもそうね、うん、中島由美が一番喜んでたじゃないかね、本当一生懸命じゃないですか、うん、今回最優秀はキラーだけ、今日下地さんからお花をいただきました。ああ、飾ってたやつ、うんうん、天秤の優勝で、はい、あ、なるほど、うん、明日って、ね、お関係ないよね、明日なんか集合して、明日じゃない、明後日、うん、大丈夫です。何かあったっけ、会長会と広報委員会で、あ、うん、それの下見しに行こうねって言って、友引きなんですよ、需要会。ああ、なるほど、うん、それでちょっと見てきます。20日、21日がまた個人面、三者面談で、そっか、まずもう終了式の直前、そうですね、あっという間に年末で、もう 1,2,3 をすぐなんだ行って逃げて去るんで確かに、今井さんは正月はずっとこちら、こっちですね、3連休に、あ、成人の日のあたりの、はい、うん、成人式に一人いるんですよ。ああ、なるほど、うん、じゃ準備大変ですね。いやいや、準備出てますだって着付けとか朝早く送ったりとか、だから、この旦那のお姉さんが着けてた着物を長女もつけて、次女もつけるって言って、この予約とかやらない、あと自分で、なんと
親孝行の子供だでも孫は薄からんじゃけん。いや、それはしょうがないですよ。孫がいるんですよ。二十歳の子、お子さんいるんです。二人って。ああ、そうなんですか。だから おばあちゃんなんです。おばあちゃんです。本当ですか。月に何回か自宅が保育園になるんです。そうです。そんな保育園なんですよ。え、何人いるんですか。二人いて、うん、定員二人いるんです。定員二人いる。完全無認可保育園。そうそうそう何しても OK みたいな。なんか朝来るのが早すぎて、うん、もう6、7時ぐらいからピンポンされてからまた眠たいけど今度日曜日は休園なんで。あ、なるほど。1分、はい。はい、お聞きいただきましたのは杉山清隆さんで最後のホリーナイトでした。さて、はい、それではいよいよですね、はい、沖縄県童話お話意見発表大会に出場した4名の発表を聞いてもらいたいと思いますが、はい、ちょっとご存じない方もいるかもしれませんので簡単に説明をしておきましょうね。はい、お願いします。まずはですね、小学校の低学年が童話を、まあ、多少短くして、はい、覚えていただき、うん、はい、それから小学校の高学年は自分で、お話を作文で書いてですね、はいはい、で中学生も意見を自分で作って、はい、でそれを覚えて人前で発表するという大会で、はいはい、まずはクラスの中で代表を決め、そして、学年の中で代表を決め、はい、で学校の中の予選を突破した子どもたちが10月に宜野湾市大会があり、でそこを突破した子どもたちが11月に、はい、中上大会、はい、で中上は基本12名ですね。そうですね、はい、中上地区の市町村からの代表12名で、はい、その中の上位5名、はい、はい、が県大会に出場して12月の9日、はい、金曜日ですね。金曜日です、はい、今回は那覇浦添地区で県大会があったわけですね、はい、でその中上地区の上位5名に選ばれた子どもたちです、はい、とてもとてもレベルが高いですので、すごいですね、はい、お楽しみください、はい、ではお一人目からいきたいと思います、はい、羽衣小学校2年生の伊藤アリスさんで、演題はさっちゃんの魔法の手です。
休みました。何日か経ってお母さんに赤ちゃんが生まれました。さっちゃんはお父さんと一緒に病院に行きました。ほら、さっちゃんそっくりでしょ。さちこもとうとうお姉さんになったわね。病院の帰り道、お父さんとさっちゃんは手をつないで歩きました。お父さん、さっちゃんもお母さんになれるかな。指がなくてもお母さんになれるかな。なれるとも、素敵なお母さんになれるぞ。それにね、幸子と手をつないで歩いていると、不思議な力が幸子の手からやってきて、お父さんの体いっぱいになるんだ。幸子の手は魔法の手だね。魔法の手？魔法の手！そうだよ、さっちゃん。次の日の朝、さっちゃんは誰よりも早く学校に来ました。いつもは下から眺めているだけのジャングルジムに元気よく登っていきました。はい、お送りしましたのは小学校低学年女子の部で、出演されました羽衣小学校2年生の伊藤亜里さん、さっちゃんの魔法の手の演題でした。はい、いや素晴らしいですね。素晴らしいですね。え、真由美さんはこの発表は一度予選の時聞いてるんですよね。の RCP の童話話大会で、彼女の聞いたんです。はい、それ以上に素晴らしいです。やっぱりそこからも一生懸命練習を積み重ねてきたんでしょうね。はいはい、やっぱり、まあ、お話の内容もそうですけど、表現が豊かなので、とっても心に迫ってくるものがありますよね。はい、はい、それでは続いてですね、はい、小学校高学年男子の部、宜野湾小学校5年生の比嘉きなり君の発表で、演題は夏一番の思い出です。早く終わってしまえばいいのに。1年生の時に溺れたのがきっかけで、僕は水泳が大の苦手、いや大嫌い。でも今年は何かが違った。しゃあ、25メートル泳げた。おお、響きすごいじゃん。本当によく頑張ったな。今年に入って泳げるようになった友達が急に増えたのです。去年までは僕と同じで泳げなかったのに、みんなすごいな。僕も頑張らないと。僕にできた目標、それは15メートル泳ぐこと。そんな僕に泳ぎの得意な友達がたくさんアドバイスをしてくれます。そのおかげで少しずつ泳げるようになってきました。そんなある日のこと、きなり、ここで腕を大きく回すんだよ。足がだんだん下がってきているよ。上に上げるように意識して。わかった、やってみる。僕は必
必死に腕をかいて泳ぎました。パッけれど息が苦しくなってすぐ立ち上がってしまいます。ああ、周りからの残念がある声。きなり、さっき足が下がってきていたよ。そんなの分かってるし、足は上げればいいんだろ。今までにない口調で言い返してしまった。こうしなきゃいけないって分かっているのに、なんでできないんだ。僕はみんながプールから上がった後も一人で練習を続けました。悔しくて悔しくて涙が出てきました。その日の帰りの会のいいところ探し、今日も泳げるようになった友達の名前が呼ばれていきます。僕は下を向いてしまいました。その時です。はい、僕は今日のきなりさんが良かったと思います。なぜなら一人で最後まで練習を続けていたからです。僕はびっくりしたけど、なんだかとても嬉しくなりました。僕は自分だけ泳ぎが上手くならなくて正直焦っていました。せっかく友達が教えてくれるのに泳げない自分に苛立ち当たってしまったけど、気づかされたのです。僕には頑張っている姿をちゃんと見てくれる友達がいる。それはとても幸せなことなんだ。今年の水泳の学習、僕は初め5メートルだったのが13メートルに伸びました。目標は達成できなかったけど、とても楽しかった。それは苦手なものに一生懸命食らいついて努力したから。そして何より応援してくれる友達がいるありがたさに気づけたから。今年の水泳は夏一番の思い出です。来年の水泳こそ目指せ25メートル、友達と一緒に頑張るぞ。はい、宜野湾小学校5年生比嘉きなりくんの夏一番の思い出でした。はい、いや夏休みの体験、そうです ね成功体験じゃないんですよ ね、うん、ね失敗した体験だったんだけど、それを自分なりにちゃんと受け止めて、うん、友達の思いもちゃんと感じ取ってね、文を作って表現できる、はい、とっても素敵だと思います。はい、それでなんか気持ちがこう高まってきて、こっちのテンションも上がってきたので、少しちょっとクールダウンしましょうね。そうですね、はいはい、ここで1曲お送りしたいと思います。はい、桑田佳祐さんで白い恋人たちです。私きなり君のは中上の予選で聞いたんだけど、やっぱり上手になってるね。そうそう、びっくりしました。市の大会でうちの娘がこの最初の子と争ってダメだったんですよ、うちの娘。まあでもしょうがないって言って、この辺これを聞くと。で、終わったら CM に行ってください。すごいね。いや、お家でね、朗読するんだったら分かるけど、
あんだけ大人がダーッといる前です物おじしないっていうのすごいね。彼ら彼女らが大きくなったらどうなるんだろうね。ね。ね。見守りながらね。そうそうそう。育てていきたいね。ここに座ってるかもしれない。久しぶりに旦那と帰りに行った。あら。なんか本当に最愛なんだけど一緒に行くかって一緒に行った。なんか知らんけど、なんか楽しい気持ちみたい。二人っていうのはなかなかないかな、やっぱりな。子供たちがいるからな。お城から、あれ、あれあるか、これあるか。あります。これはあります。大体でも買い物に行くと時間がある時だから、その時はこっちが飯作る役割になるもんね。時間って必要だなと思って、いろんなね。きのこちゃんが、今までどうだったか、お話しなきゃ、どうなってか。私個人的には和式の女の子の意見発表を羽衣の校長はどう受け止めたんだろうっていう、後で話聞くと分かるけど、それが気になる。準備してたんですよ。はい、やっぱりお願いねって言ったら気になって、うん、でこれやっぱり茶菓子とか持って帰るじゃないですか、うん、チョコレート出したらブラックしか残ってない。みんな甘いのが好きなんだって私結局あの休憩時間何も食べもしてないな。なんかいろいろ話してて。じゃあコーヒー一杯だけあるんで。このコーヒーも42杯作れるんですよ。うん。もう半分でいいのかなって。余ってたから。次はそれで練習とかも。確かに10分でコーヒーでもしんどいからね。うん、ちょうどキララだよ。味ね。なんかあれよね。宮古にマナさんだよね、確かに。マナだよね、愛じゃなくて、ね、マナ、うん、マナだったよね。
はい、少し気持ちをクールダウンしたところで、はい、3人目に行きたいと思います。はい、お願いします。はい、3人目は、小学校高学年女子の部に出場しました、はい、普天間小学校4年生中地キララさん、はい、どっかで聞きましたね。聞きましたね。はい、はい、で演題は志を高く持ってです。どうぞ。毎日は結構大変なんですよ。そんな私の心に気づいたのか、おばあちゃんが若さるなんじゃこうてんし、難儀なことは誰でも嫌、でも逃げてばかりでは成長しない、多くの困難を乗り越えて初めて一人前になるんだよ。こんな場合はこうしよう、あんな場合はああしよう、そういった物事の考え方や心の豊かさなども難儀して覚えていく。それが大事なんだよ。心身の柔軟な若いうちに積極的に苦労しなさい。おばあちゃんもおばあちゃんのお母さんによく言われていたさ。おばあちゃんのお母さんって私のひいおばあちゃんのことだよね。ひいおばあちゃんって優しかった？そうだね、優しくて料理も上手だったさ。そうそう、キララが泣いたがっている先生も少ししていたさ。私はひいおばあちゃんのことがもっと知りたくなりました。ひいおばあちゃんは腕が少し不自由で、幼い時にあち高校の急須の湯が腕にかかってしまい、大やけどをしてしまったそうです。冷たい水で冷やすこともできず、そのため傷が大きく残り、ちょうどピザの上に乗ったチーズが溶けたみたいに皮膚が赤くよれて、人に見られたら必ず、はごーって言われるそうです。そのせいで勉強は好きだったけど人前に出るのは嫌だったそうです。ひいおばあちゃんはなぜ学校の先生になったのかな。内気なひいおばあちゃんの心を暗い闇から救ってくれたのが担任の牛先生がよく歌ってくれた歌だったそうです。なしばなにぐつんなゆるぐつやしがなさぬゆいからぬならんさだみ。これはティンサギューヌ花という歌だけど、キララは知っているね。あ、知ってるよ。三振の先生から意味を教えてもらったから。何事もなせばなるものであるが、なさぬことはいつまでもならないだろうという意味でしょ。私この歌大好き。沖縄には人を元気にさせてくれる美しい大切な歌や言葉がたくさんあります。きっとひいおばあちゃんもそんなくがにくつばで元気になれたんだね。名前も面白い牛先生だけど、ナイスなアドバイスだね。私ももっともっと勉強して美しい沖縄のくがにくつばを覚えたいです。ひいおばあちゃんみたいに歯を食いしばって前へ進み、私の背中を押してくれる家族や周りの人たちに感謝をして、もらったパワーを大
きく膨らませて素敵な先生になりたいです。志を高く持って。はい、普天間小学校4年生中地キララさん、演題は志を高く持ってでした。はい、キララさんは県の大会でも見事、はい、そうですね、最優秀賞を受賞して、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは最後の発表に行きたいと思います。はい、中学校女子の部、益城中学校2年生宮国真奈さん、演題は心の成長のためにです。小学校6年生の時、私の小学校は入りしました。2度目の入学式のようで、私はドキドキして新しい小学校の門をくぐりました。仲のいい友達もでき、担任の先生ともやっていけると思った矢先のことでした。クラスメートたちが担任の先生に嫌がらせを始めたのです。それがだんだん広がり、クラス内で寝しめまで始まりました。私はそれをただ見ているだけでした。友達だと思っていた人たちに対しても、私のことを裏で何か言っているのではないかと、いつもビクビクしながら接していました。その頃の私は周りの人間が怖くて、周りに合わせてばかりいました。それが周りの人のことを考えるということだと思っていたのかもしれません。ある日、クラスで私に対する嫌がらせがあり、私は悲しくて家族に泣きながらそのことを話しました。友達だと思っていた人たちが、私のいない時に私の悪口を言っている場面に遭遇したのです。悲しくて悲しくて、クラスには私のいる場所はないように感じていました。家族は私の話をいつも真剣に聞いてくれます。その時も、そういう時は自分の声を抑えて、相手の意見をまずは聞くこと、そして自分の考えを言う、その時に感情的にならないこと、難しいことかもしれないけど、相手を理解し信頼して自分の行いを変えていくことが大切とアドバイスしてくれました。私は相手を理解し信頼して自分の行いを変えるという言葉にハッとしました。そして今までの私の言動について考えました。相手に理解してもらう努力はしていたのだろうか、相手の立場に立って考えていただろうか、そして何より、私は友達を信頼して話をしていただろうか。私は友達に裏切られたとばかり思っていましたが、私自身は友達のことを信頼し行動していなかったことに気がついたのです。その結果が裏切りという形で私に返ってきたのではないかと思いました。人は皆無意識のうちに心の中で思っていることに反応して、言葉のトーンや表情、言動などを起こしています。だから、私の言動に無意識に反応して、相手の心が私に見える、その人の言動として示されていると、私は思います。そう考えたとき、相手の反応を見て、自分の言動を見直すことができる、ということが実感できました。今、私は家族のアドバイスを少しずつ実行しています。クラスメートの中は劇的に改善することはありませんでしたが、今私は心穏やかに毎日を過ごしています。そして何かあるたびに人間関係の練習だと思って家族のアドバイスを実行しています。私は相手のことを考えるということは、周りに合わせるということだと思っています。
相手の反応を見ながら自分自身の言動を吟味し成長させる行為だと私は思うようになりました。だから私は周りの人との関係を大切にすることで自分自身を成長させていきたいと思っています。お送りしたのは益城中学校2年生宮國真奈さん、心の成長のためにでした。はい、いやあの心打たれますね。打たれますね。まあ、あのいろいろ子どもたちの発表から考えさせることもいっぱいあった発表会でしたし、子どもたちの発表能力の高さに何よりもびっくりした、はい、発表でした。はい、さて、少しちょっと気持ちを落ち着けたいと思います。もう一曲最後にね、はい、お送りしたいと思います。はい、カズンの曲で冬のファンタジーです。そうね、3分あればそうですね、はい、3分、53分30秒でしょ、はい、せっかくかけたから 心いっぱい込めて今日はお願いを。そうですよね、はい、噛まないように。曲流しながらで、はい、そのうちキムタカに出てるかもしれない。そうですね、はい、はい、はい、曲をお聴きいただきながらですが残り時間もわずかになってきましたので、真由美のお願いを今日はお送りしたいと思います。はい、では真由美さんお願いします。はい、FM 銀の湾お聴きの皆さん、もう暗くなってなってますね。はい、で、交通ルールを守って安全運転に心がけて、で、歩行者に目配り、気配り、心配りを忘れずにして、ハンドルを握ったら初心、やっぱり免許取った時の気持ちを忘れずに運転してください。で、心のゆとり、時間のゆとり、車間距離を取って安全運転で、で、また、ご家族の温かいお家にゆっくり帰っていただいて、また明日、朝ですね、登校する子どもたちにも気を使いながら安全運転でよろしくお願いします。今日は心を込めて真由美からのお願いでした。はい、ありがとうございます。まあ、皆さんご承知だと思いますけど、昨日本当に痛ましい事故が、はい、そうですね、はい、起こって小学1年生のお子さんが亡くなってしまいましたので、はいはい、運転手の皆さん本当にくれぐれも、はい、あの余裕を持ってですね、そうですね、運転していただきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、12月世話しない時期ではありますが、はい、運転の時は安全運転でお願いしますね。はい、はい、それでは、今週もシピーレンお送りしてまいりました。はい、今週の担当は宜野湾市 PTA 連合会副会長の藤波と、はい、同じくシピーレン副会長の荒垣と、はい、FM 宜野湾の今西でした。はい、めぐみさんもずっと感心しきりの
発生でしたね。本当にびっくりしました。でまた来年子供たちが頑張って ね、発表してくれることを期待しつつ、はい、来年を迎えたいと思いますが、はい、ただ放送はまだまだ今年残っています。そうですね、はいはい、来週は、予定でいけば羽衣小学校さんが、はいはい、登場すると思いますので、うん、ぜひ来週もお楽しみにお待ちください、はい、それでは、シピレンの放送は今週これで終わりにしたいと思います。皆さんさよなら、はい、さよなら。